ギター用ワックス、グロスナンバーワンの塗り方をちょっと説明したいと思います。まあ、缶を開けていただいてですね、このサイコロ状に切った小さいスポンジにワックスを移していただきます。で結構硬いワックスですので、少し強めにこう擦っていただく感じでちょうどいいんじゃないかなと思います。そして楽器の方にこれを、ワックスを乗せていきます。でこれはですね、極めて薄く乗せていただいて構いません。ゴシゴシとやらなくても構いません。このように軽く乗せていくだけで、うっすらともう表面に、楽器の表面にワックスが乗っていきます。しかもこの時点ではワックスのムラというのはあっても全く構いません。この後の工程で、このワックス皮膜を均一に伸ばしていくことになります。で、使うのは、この楽器用のクロスですね。これを使って楽器の方を拭いていきます。こうすることによってカルナバ、そしてテフロン、こうしたこのグロスナンバーワンの成分が楽器の表面に定着すると同時にこう艶を出していくという形になります。僕が実験してみたところでは、こういう、まあラッカー塗りのギターもそうですが、レリックのようなですね、ちょっと渋いツヤのようなギターにもそれなりのこうツヤが塗り重ねていくと出てくるというような手応えを得ています。じゃあちょっとツヤの方を見てみましょう。どうでしょうか。かなりこうぬめっとした艶やかな、いいツヤが出ているのではないでしょうか。自分のギターを大切にするために作ったワックスですが、関心がある方はご利用いただければと思います。